んにちは、クラビッタのたけちゃん、ゆみちゃんです。今回はキャビティバッグとマッスルバッグの違いについて調べてみましょう。キャビティバッグ、マッスルバッグ、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 マッスルバッグ、キャビティバッグ。まずは打ってみよう。はい、今回はですね、キャビティバッグとマッスルバッグの違いを説明しようと思うんですけども、うん、まず、キャビティバッグがどんなもので、マッスルバッグがどんなものかっていうものなんですけど、キャビティバッグは今このゆみちゃんが持ってくれてるようにバッグフェースがのえぐれてるような状態なんですね。ちなみにキャビティってどういう意味の？キャビティは空洞っていう、はい、なるほど、まさにこう空洞です、うん、あの虫歯もキャビティっていう、へ、穴開いてくる、あ、穴開いてくるから、うんうん、もうじゃああれなんやね、もう虫歯です、虫歯でこちらは綺麗な歯ですねバックフェイスが俗に言う難しそうに見えるって言ってもう厚いものですね。だからそれをまあ今日打ってみて、どちらがどういう球筋になってどっちにもメリットデメリットがありますので、それを説明していこうと思います、うんうん、はい、それではまず今日は私がキャビティから打ってみようと思います。はい、はい、お願いします。はい、はい、それでは続きましてマッスルバッグで打ってみようと思います。データを見てみよう。はい、今回はですね、マッスルバッグとキャビティバッグっていうの違いをちょっと説明しようと思うんですけど、はい、まあ今日はもう本当にこうなんていうかな、うん、ザ・マッスルとザ・キャビティみたいな打球がもう打てました。打てたの、はい、でまずじゃあ今日使わせてもらったのはエポンというクラブですね。エポンっていうクラブ、まあ同メーカーのクラブなんですけども、キャビティの方が AF505 って言われる、まあ結構人気のシリーズですね、うん、はい、もう一つの方は AF ツアー MB と、 MB ってこれマッスルバックのことですね、うん、はい、もうザ・アイアンって感じだね、うんうん、昔のねアイアンって感じですけど、これちょっと語弊がてかので、一応本来はこの2本っていうのはロフトは違います。ただ今日は距離とかっていうのはもうちゃんと見たいので、ロフトはどっちも33度に設定しました。これはもううちの方で変えたんですね。ロフト変えて33度の同ロフトで実験しました。あとはシャフトも同じ、モーダス120の S だから、要するにキャビティとマッスルという条件以外は全て同じ条件でやっております、はい、でこの2本で、実際、まあ、飛距離とかスピン量、打ち出し角っていうのがどういう風になってるか、まず今日僕が打ったやつから見ましょうか。自画自賛してこの間結構まっすぐ出たね。まっすぐだね、はい、もう僕もまるで性格のような打球になってるんですけども、まあただ打ち出しが若干ちょっとね、僕の性格のようにじゃじゃ馬な感じがありますちょっと何言うかわからないちょっと何言うかわからないですけどね、はい、まずヘッドスピードはもちろんそんな大差ないですね。同じものを打ってますが 36.5 と 37.2、まあ、これもほぼ誤差の範囲ですけども、一番ポイントはまず打ち上げ角度ですね、うん、これ同ロフトですよ、同ロフト、うん、でも、キャビティバッグの方は 23.2 で、同じくマッスルバッグの方は 20.7 と、実際私ちょっと打ち出しが高い癖があって、はい、実際私のヘッドスピードだったら7番アイアン、このロフトだったら20度前後が正解なので、今回はマッスルバッグの方が高さ的には適正値、適正値、まあ、スピン量そんな差はむちゃくちゃないですけど、やっぱりキャビティバッグの方が6900とマッスルバッグが7175、マッスルバッグの方が少しスピンが増える傾向にはあります。で、もっと詳しく見ていけば、私はアタックアングルこの 1.9 ダウンでここですね、はい、私のヘッドスピードで言えば、実は 3.5 度から4度ぐらい欲しい、うん、だから実は私はダウン量が浅いのがまあ自分の欠点であるんですけど、マッスルバッグの方は、ちなみに 1.4 です。やっぱりちょっと浅いですね、はい、このダウン量っていうのが実は一番キャビティバッグとマッスルバッグを選ぶ基準になります。はい、じゃあまずそもそもキャビティとマッスルの大きな数値的な違いから説明しますね。キャビティってはよく言う重心距離を覚えてる、はい、重心距離、要するに、まあ、ヘッド長にも関係はしてくるんですけど、基本的にキャビティバッグっていうのはヘッドが長い傾向がありますね。ゆみちゃんが使ってるゼクションなんか長いよね、うん、
だからキャビティっていうのは基本的に大型ヘッドが多くて、まあ、重心距離が長く、逆にマッスルバックっては小ぶりが多いので重心距離がまず短いっていうのが一つ特徴ですね。それに対して重心深度っていうのは、当然キャビティバックっていうのは深度っていうのはいかにして深くあるかってことだけど、後ろが長いんですね。マッスルバックに比べて後ろに出てる傾向がありますから、重心深度はキャビティバックは深くなります。逆にマッスルバックっていうのは狭いので浅くなります。でさらに一番ポイントになるのがこの重心の高い低いです。どこに重心が置いてあるかっていうと、キャビティっていうのは基本的に上はペラペラやね、もちろん空洞やから、で下が分厚いので重心は低い傾向、下にあります。下に。逆にマッスルバックっていうのは、まあそんなに上と下が、もちろん下が分厚くはなってますけど、そんなに上と下が変わりませんってなってくると、重心はキャビティに比べると高くなります。なるほど、はい、つまりここが一番の、まあいろんな重心の今3つ話しますけど、一番関係してくるのはこの重心の高い低いです。なるほど、はい、まず一般論で言えば重心が低い方が打ち上げ角度が高くなります。今回私が打ったように、キャビティバックの方が重心が低いので、はい、球が上に上がりやすいです。なるほど。逆に重心が高い方がスピン量がかかりやすくなります。おだから今回私がマッスル打った方がスピン量がまあ大体200から300増えてますよね、うん、はい、これがまさにその数値が出てるような状態ですよね。でもみんなキャビティが簡単って言うよね近年、うんうん、ここが実は一番面白いとこで、確かに、キャビティの方が芯が広い、寛容性があります。それは、ドライバーの重心深度の時にもお話したんですけど、重心が深い方が芯が広くなります、うんうん、はい、ただじゃあプロなんかみんなでもキャビティ使うかと使わんよね。なんかマッスルバック使ってるイメージがある、うん、特に男子プロはそうですね。っていうのはやはり男子のセッティングっていうのは非常に、特に USPJ なんかもっとですけど、非常にセッティングが厳しい、要するにグリーンが速い止まらないっていう状況で言えば、重心が高くてスピンが効かなかったら止まらないわけです。あ、なるほど、はい、だからプロは基本的に、マッスルバックを使う傾向にあります。全員が全員じゃないですよ、全員が全員じゃないですけど、そういう傾向にあります。でも一番じゃあアマチュアの人がキャビティの方が得意とするのは何かっていうと、これが先ほど話したアタックアングルのダウン、うん、まずアタックアングルっていうのがさっき私のヘッドスピード、だいたいヘッドスピード45ぐらいのヘッドスピードやったら7番アイアンで 3.5 度から4度ダウンが欲しいんですね、うん、でも私のようにダウン量が少ない人、要するにターフはあんまり取らない人ですね、うん、っていうのが日本人の7割からもう8割近いです、うん、はい、つまりダウン量がほとんどない人っていっぱいいます。たまにアッパーで打つ人もいますからね、アイアンを。アイアンアッパーで打っちゃったら地面にあるボールアッパーで打つ、おかしいよね、うんうんうん、でもそれぐらいダウンに上から打ち込めない人ってたくさんいます、うん、でも逆に言えば2割の人は今度打ち込みが強すぎる人もいるんですよね、はい、ここでクラブ選びが大きく分かれます。まず日本人っていうのは基本的に7割以上の人が簡単っていうクラブを一般的に簡単と言います。なるほど。つまりさっき言ったようにこのダウン量が少ない人っていうのは7割強います、うんうん、つまりそういう人に合うのは絶対的にこのキャビティバックになってくるんですね、うん、これは何かっていうと、まあ、私まだこれちょっと高い位置で打ってますけど、それでも低いんです。打点位置がもっと高い人はやっぱ真ん中で打ってくるんで、アイアンっていうのは分厚いところが強いと思ってください、うん、ってなってくるとキャビティどこが強いかって当然下の方が強いよね、はい、マッスルバックっていうのは重心が上にあるんで比較的上に、が強い部分があります。ってことは上から打ち込める人っていうのは打点位置も高くなるんです。つまりキャビティなんかを打っちゃうとペラペラの部分で打っちゃうので、すごくダウン量が強い人がキャビティを打っちゃうとそれは逆に難しくなる、うん、ここが一番面白いところですね。だからそのほとんどの人がダウンが浅いから皆さんキャビティの方が簡単ってよく世間一般で簡単っていうクラブは言われてますけど、逆の人も2割はいます、うん、要するに自分はそんな気づかずダウンはすごい強いのにキャビティ使って要はペラペラのとこで打っちゃう、うん、こうなるとどうなるかっていうと、アイアンで言うとさっき言った通り分厚いとこは強いので薄いとこで打っちゃうと飛んだり飛ばなかったり縦距離が合わんかったりっていうのが起こるので、2割の人はもしかしたらマッスルバックとまではいかんでもキャビティは合わない可能性があります。だからまあハーフキャビティとか、まあその要はこの中間のとこもあるわけですよね。だから完全なキャビティが合う人っていう人ばっかりじゃないので、そこは注意が必要です。はい、なるほどね。はい、まあ、あとちょっとごめんなさい、面白い話で言いますと、キャビティが最近アイアンのロフトがすごい立ってきてるよね。昔は7番で34度が主流やったのが、今7番で30度が主流になってるよね。これはなぜかっていうと、
キャビティっていうのはそれがしやすくて、さっき言ったように打ち出し角度はすごいポンって上がるわけよね、うん、でアイアンっていうのは立っていけば何で難しい、ロフトが立っていくと難しいのは球が上がらないからなのね、うん、でもこういうキャビティが増えてくることで打ち出し角が上がってくるわけ、うん、ってことはロフトを立てても球は上がってくれるから、うんうん、だから最近このキャビティがすごい強いアイアンを作ってロフトを立てる、まあ、いわゆるストロングロフトのアイアンっていうのが増えてきてると、うん、でもだって実際じゃあストロングロフトのアイアン、要するにロフトが立ってるアイアンってほとんどキャビティじゃない、うんうん、それはキャビティにすることで球の高さを生かすというか残したままロフトを立てて飛ばしてるっていう状態、はい、だからまあそういうそのキャビティのアイアンが増えることでロフトを立てることにも成功できてるっていうのが最近のメーカーさんのやり方ですね、うん、まあだから今日一番言いたいのは世間一般で簡単って言われてるアイアンが必ずしもみんなに合うわけじゃない、うんうん、特に上から打つ量がすごい強い人っていうのはキャビティなんか打っちゃうと、まあ、逆に飛ばなかったりですね、うん、今度縦距離が合わなかったりすることがあるんで、まあ、皆さんその辺は自分をまず知るっていうのはすごい重要かなと、うん、今日はそういう話です。じゃんじゃんつばばばゴルフ。たけちゃん質問、うん、と飛び系アイアンって呼ばれてるのは、うん、そのキャビティの別名みたいな、まあ、そうですね、いわゆるストロングロフトさっきの説明やね、飛び系アイアンっていうのは近年は本当に飛び系も飛び系7番で26度とか、うん、まあ、いわゆる昔でいう、まあ、5番アイアン、うん、もしかしたら4番相当に近いものとかも出てるんで、もう2番手とか下手したら3番手ぐらい立ってる、まあ極端なやつはね、うん、でもそういう見てください、もう絶対もうすっごい後ろが長いんで、うん、でなかったらロフトを立てるのに球が上がらんのやったら昔のアイアンの5番アイアンを打ってるのと一緒なの。でもその重心を低くして打ち出し角度を高くできることでロフトを立てても高さが出る、高さが出るからちゃんと止まる。ただしここ注意なのはさっきも言ったようにキャビティバックっていうのはスピン量はマッスルバックに比べて少ないです。だからそのストロングロフトのアイアンっていうのはスピンで止める概念ではないです。高さで止めます。だからもう高さで止めないといけないのでプロとか上級者はやっぱりその厳しいセッティングの中では難しい。あ、そっか、うん、ただまあその一般的に私らが回ってるそのセッティング、普段回ってるゴルフ場のセッティングだったら十分止まります、うん、だからそのよっぽど厳しい試合とかの環境ってなってくるとやはりストロングロフトでは対応できない時も稀にあります。なるほど、ね、うん、重心がマッスルバックの方が高いよって言われてたのは、うん、ウェッジもだから重心を高くしてスピンを上げるような設計になってる。のこの子いい質問してくれた。最近勉強してますよ彼女。スピンみな、ウェッジに関してはこれよく言われることがあるんですけど、ウェッジのネック首の部分って妙に長いやつない？長いやつ、うん、これ皆さん自分のアイアンもし見てもらってウェッジだけベッジシリーズ使われてる方もしいらっしゃいましたら、ウェッジのネックって妙に長いものがあったりする、うん、あれってわざと重心を上に上げるようにしてる、だからスピンがかかりやすい設計にしてる。だからウェッジでキャビティってあんまり見ないよね。あ、見たことない、うん、そこなんです。だからウェッジでキャビティが少ないのはスピンをかけたい、しかも重心上げるためにネックをわざと長くしたいっていろんな、まあ、メーカーさんの狙いがありまして、ただそれをあんまりこう公表しなくて皆さんなんかスピンウェッジはスピンかかるもんって思ってるだけ、うん、本当はいろんな要素があって調べていけばいくほど面白い。なるほどね、うん、今回はキャビティとマッスルだと思うんですけど、それ以外の形ってありますか？そうですね、まあ細分化するともっとありますけど、これ以外で代表的なのは中空アイアンですかね。中空アイアン、中空アイアンっていうのはこれはまたうまいこと作ってるのが、うんうん、見た目はマッスルバックっぽいんですよね、うんうんうん、でも実は中が空洞って、うん、イメージしてください。これもうねよく僕言うんですけど、ここに何かこう紙かなんかをこうパコッとつけたら中空アイアン出来上がりですイメージとしてはなんか中は空洞なんですけど、ただ見た目がやっぱりこうキャビティがかっこ悪いっていう、まあ、だけっていう要素ではないですけども、中を空洞にしてこう外に扉をつけたイメージ、うん、で見た目をマッスルバックみたいな、こんな見た目になるっていう、うん、ある意味で中空っていうのはだから見た目と、簡単さってお金備えてる。ただまあ強いて中空っていうののデメリットって、まあ、これは人によりますよ。それが好きっていう人もおるんであんまりこう言われますけど、一般的にはその中空って中が空洞な時に当たる時にどうしても、打感が悪いっていう傾向があります。だからそのボールを潰してるって感触があまりないと言われてます。だからそれをまあこれもさっき言った一般論ですけどね、一般論としてはそれを好まない人の方が多い。だそれが気持ちいいっていう人ももちろんいるんですけど、それはまあさっき言った日本人は7割以上が気持ちいいって言ったらそれが答えになっちゃうと。なるほど、うん、でまあ中古はそういうとこありますね、うん、自分
ていうことです。これを知るにはどうすればいいですか。まあこれはやっぱ測定、僕らもそのダウンアッパー、まあ、ある程度目視でも分かるんですけどね、ある程度目視でも分かりますけど、その僕やってさっきお見せしたように決してダウンじゃないわけじゃないですよね。ダウンはダウンなんですよ。ダウンですけど浅いわけです。でその適正ヘッドスピードに、まあ、例えば私のように45ぐらいやったら 3.5 から4度欲しいし、ユミちゃんも 36ぐらいかな、ドライバーヘッドスピードやったら1、2度欲しいわけですよ。やっぱりヘッドスピードによってある程度打ち込みの量って決まってくるんですけど、それをちゃんと見るのはやっぱこういう測定器で見ないと、さすがに僕はじゃあユミちゃんのスイング見て、いや君は 1.8 度ダウンだよ言えるわけないです確かにね、はい、10年前のアイアンと近年のアイアン、一番の違いってどこにありますか。変えるメリットってどこにありますか。やはりそのただその昔の、別に僕は昔のクラブを否定してるわけでも何でもない。だ昔の方っていう言い方も表現ですけど、昔のクラブ打ってる人っていうのはその球を上げようと必然的に言えばダウンに入る傾向になってきます、はい、だから、やっぱりそれをうまく打とうと思うとダウン量を増やすしかないんですよね。だからそういう練習してる人は未だにそのキャビティの流れになかなか移行できない人もいらっしゃいます。ただ近年のアイアンの一番のメリットはやっぱり芯が広くなってます。重心の高い低いだけじゃなくて、重心深度もやや昔のマッスルバックと今のマッスルバックで言えばやや重心深度が深くなってますから、やっぱその分芯が広くなってると、うんうん、だからやっぱり多少のその真ん中からの打点のズレっていうのは寛容性がある、うん、そして何より最近のアイアンとはロフトが立ってる、これがまあ一番距離に影響するところでしょうね、うん、だからまあなかなか移行できないとはいえ、やっぱり昔のマッスルバックと今のマッスルバックで言えばやっぱ今のマッスルバックの簡単ではあります。芯が広いという意味ではね。うん、みちゃんはマッスルなタイプと細身のタイプ、まあ、視聴者に変わって起きてるんですけど、どちらがタイプでしょうか、その理由は。どうだろう。セミマッスル。セミマッスル、略して SM。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス。チャンネル登録よろしくお願いします。